さあ、こんばんは。始まりました。すいません。大変お待たせしました。皆さん。こんばんは。積極的でございます。ですね。ちょっと僕の仕事がですね、今日かなりバタバタしてまして、開始が遅くなって大変申し訳ない。あと、投稿もちょっと今日できなくて、さっきの投稿がもう精一杯ですね。はい、てつさん。はい、こんばんは。ありがとうございます。0時からスマホの前で正座して待ってます。なるほどね。ありがとうございます。さあ、今日はちょっと告知ちょっとしなかったんで、できなかったんで、果たしてどれくらいの人がこの時間から見てくれるか、ちょっと楽しみなんですけど。まだ全然集まってねえな。お、来た。12。はい。ということで、今いる人だけで、はい。とりあえず、ね、今日も一日、お疲れ様でした。乾杯。はい、ありがとうございます。ああ、うまはい、河原さん、ありがとうございます。はい、シーケンシャルさん、こんばんは。待ってました。ありがとうございます。皆さん、すいません。大変お待たせして。今日は、昨日告知した通り、スペシャルゲストがですね、呼んでおりまして、本当はもっと早い時間からやりたかったんですけど、ちょっといろいろと僕の仕事が押しちゃった関係で、遅くなっちゃったんですけど、超集まり悪いな。全然集まんねえ、今日。こんなスペシャルゲストがいる時に限って、全然集まり悪いな。はい、ミツベイビーさん、こんばんは。ありがとうございます。積極的、ありがとうございます。よいしょ。あ、河原さん、カズのライブ見てたのね。カズのライブどうだった？なんかやってたね。さっきちらっとなんか、出てたけど、僕のとこにも。はい。まあ、人数少ないですけど、ね、やりましょうかね。はい。あ、ルッカケさん、こんばんは。積極的、ありがとうございます。大仏オーケストラさん、ありがとうございます。まだね、大して集まってないんですけど、珍しいな。やっぱり時間が遅いからだな。12時スタートはもう今まで積極的チャンネルの中で初めてなんで。はい、うららさんこんばんは。はい、ということで、もう早速なんですけど、今少ない人数ですけど、始めていきたいと思います。トンボさん積極的ありがとうございます。はい。今日スペシャルゲストを呼んでるっていう話をしたんですけど、話を昨日したんですけど、誰が来ると思いますか？はい、どうぞ皆さん。はい。俺、エイジさん、こんばんは。ありがとうございます。さあ、誰が来るでしょうか？スペシャルゲスト。誰だと思いますか？昨日皆さんが最後の方回答してくれましたけど、全員外れです。はい。誰が来るでしょうか？はい。まあもうカメラの後ろ側にはもう座って待機してるんですけど、はい。フレディさん。お！シーケンシャルさん。ムッタさん。お、来た。大仏オーケストラさん、ミカさん。高橋さん。なるほど。ルガケさん、高橋さん。なるほどね。そんなもんかな。集まり悪。はい、チンプイさん、こんばんは。はい、ありがとうございます。すいません、遅くなっちゃって。はい、ということで、はい。もうね、もったいぶつけてもしょうがないんで、皆さんも見覚えある方だと思うんですけど、ちょっと本日のスペシャルゲストにちょっと来ていただきましょう。ということで、はい、スペシャルゲストの方、どうぞこちらへ、どうぞ。拍手で。よいしょ、こっち側座って。はいっす。はい、来ていただきました。来ていただきました。来ていただきましたよ。はい。ということで、自己紹介お願いします。あ、武藤勇樹です。はよろしくお願いします。い、来ました。ムッタ選手、ありがとうございます。今日はね、はい。スペシャルゲストで来ていただきました。皆積極さ的バん、はい、積極的。ね、バーでしょ、こう。ー。はい。めっね、ちゃいい。バーカウントあって、ありがとうございます。はい、久しそういうぶこりでと、すね。はい、そういうことですね。一人ユーザー当てたよ。どうですか？シーケンシャルがムッタさんって、ユーチュー。シーシーケンシケャル、正解。正解。正解。そうです。ほら、みんな、ムッタ、ムッタじゃん。ムッタ。おお。
当たった人すごい。激アツ、テッサン激アツ。はい。やっぱ、いいっすね。リスクリのファンだった人も結構多い。そうそうそう。そうっていうことですね。あの、リスクリ流れを結構、あの、積極的のライブはね、積極的チャンネルやっぱ見てくれてる人多いから。ナンパ界隈。そう、ナンパ界隈がね、多いから。あの、今日はですね、あの、たまたまちょっと前から今月行きたいね、あの、彼もラーメン大好きで、僕もラーメン大好きで、行きたいっていうおすすめのラーメン屋があって、今日そのサムネイルのやつがそうなんですけど、まあ、そこに行って、で、その ついでつたらだけど、よかったらね、一緒に出てくんないかって言ったら、快くね、応じてくれて、はい。そりゃそうっすよ。はい。大丈夫でしたか？いや、全然大丈夫です。はい。ということでね、今日はちょっとムッタとね、まあ、しばしの時間ね、ちょっとだけですけど、お送りしたいと思うんで、皆さん、積極的にね、質問等あれば、はい。もちろん、ノーコメントなこともあるとは思いますけど、ね、くれぐれもリスクリの解散についてとか聞かないようにね、空気読んで。はい。別にそんな大丈夫っすよ。大丈夫なの？はい。大丈夫らしいんで、はい。特に別に何があったとかいうわけじゃないので。なるほど。全然、はい。ここ最近の、ほら、ね、これまでは、もうリスクリで毎日さ、出てました。はい。で、急遽画面から突如消えました。消えて。ね、ここ最近の近況、そうそうそう、何やってるかちょっとみんな知りたいと思うから。いや、僕は普通に筋トレやってますよ。筋トレ教えてます。筋トレ教えてる。はい。へぇ。あとは、ナンパの講習やってますね。なるほど。はい。もうなんか教える側にですね。教える側。はい。頑張ってます。それで結構ツイッターで？そうです。ツイッターで結構来ますね。ちなみにムタちょっと手が出たかしらみたいな。ほら、フォークがもうここに懐いてる。フォークが。なぜか飼い主じゃなくてムタに懐いてるってなんか意味不明なんだけど。なんか動物に結構あれなんですよね。あ、ユッカママ何やってんの、ユッカママ。ありがとうございます。ユッカママ。ユッカママが、一瞬、見に来てくれてます。ギリでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。恐縮でございます。すげえ。ムッタさん、YouTube されないんですかって。まあ、そうですね。今迷ってますね。編集がもうめんどくさいんですよ。なるほど。皆さん、ユッカママからスパチャいただきました。拍手ありがとうございます。早速、積極的。ありがとうございます。610万、ありがとうございます。ママ、すいません。ママ、すいません。ありがとうございます。ユッカママ。無糖炎。はい、ありがとうございます。610。無糖炎だ、そうだ。はい、無糖炎。確かに。それで610円なんだ。ママ、ありがとう。ママ、そういうことか、さすがだな。ママ、すごい、やっぱり。知ってるな。すごいな。すごいな。そうだね。確かに、今日5点、今日ママとサッカーやったんですけど、練習試合で。ママ、本当に5点取ってましたからね。はい、マジで。超キレッキレだった。やばいっすよ。はい。今日スペシャルゲストのね、コメント欄にユッカママいて、画面にはね、ムッタがいてね、やばいな、これ。これまた神回になっちゃったな。調子はどうだ調子はどうだねえ。そうなんですよ。ユッカママ、ほんと今日たまたま、実はオファーしてて、はい、急遽出てもらった感じなんですよ。そうそうそう。ああ、そうっす。で、ムッタが出るっていうことは誰にも言ってなかったんで、うん、そうなんですよ。そのタイミングでママ来て、見に来てくれたから一瞬でもね、ほんとすごい持ってますね。ありがたいっす。ありがたいね。普段来ないですか、ママ。いや、初めて。初めて。初めて積極的チャンネルの、ライブに来て、しかもコメントもして、スパチャもいただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しいなぁ。ありがとうございます。あれ、ママ明日サッカー来ないの？明日も朝からあるんですけどね。はい。あ、大好きマン、坂道。はい、これ、あれだよ。リスクリの人だよ。なんすか？うん。へぇ。はい、ゆっかママでした。仕事戻るってありがとうございました。みんな拍手ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。すいません、ありがとうございます。ママ、今度サッカーしましょう。俺も行きます。遊びに行きます。元気っすよ、俺。うん。全然。はい。みんな、ムッタ質問全然あると思うんで、全然、特に、ね、これといって、これは、ノーコメントでとかないんで、そうですね、うん、全部基本的に答えますね。うん、やっぱりみんな、はい、やっぱり終わってから要は突然のさ、何の前触れもなくいきなりもうさ、はい、もう卒業というかさ、脱退しちゃったからさ、そうですね、みんなとそこはやっぱね、多分聞きたがってると思うんだけど、はい、別にどうなんだろうね、うん、そこに関してはもうね、もうなんて言うんだろう、ね、僕も結構もう経ちました、うん、もう2ヶ月ぐらい経ったよ、今どんなことやってるんですか、リスクリは。
なんかツッチーが一生懸命インタビューして、はい、あ、インタビューやっぱり基本的にインタビューなんですか、うん、へえ、インタビューして、はいはいはい、でっていうのをやってるね。でたまになんかやるみたい、ナンパするみたいな。うん、うん、やっぱこうスタンスは変えない感じなんだ。そう、そうそう、あれ一点突破なんだ。あれわかんない、多分そうじゃない。でかといって新規の、はいはい、その数じゃないけど童貞企画やるわけじゃなくて、うん、ひたすら、うん、もうこういう感じですか。うん、インタビュー。へえ、うん、いやでもすごいと思いますよ、うん、あれを続けるのは、うん、ほんとすごいと思う、うん、あれは結構ね、なんだかんだ結構きついっすよ、うん、もう多分動画で多分毎日投稿で気づいてた人もいると思うけど、うん、もう俺とかもだるくなって心ここにあらずみたいな感じでやってるんですよね、あの企画を。だからまあそう、まあ、面白いことをやんなきゃいけないっていうのはあるけど、うん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 、難しいと思いますね。あれはすごいですよ、根気のいる作業ですよ、うんうんうん、皆さん温かい目でね見守ってあげましょう。ムッタさん、リスクリの YouTube 見ないんですねって。僕基本的に YouTube 自体あんま見ないですね。積極的チャンネル見てくれよ。あ、そうでした、おい。今出てるから今知らない。あ、見れた。そうか、あんま見ないのか。そうなんですよ、 YouTube 見ないんですよね。なるほどね、はい。そうかそうか。ヨシさん、答えられたらですけど、リスクリのメンバーとの関係は普通なんですか。だって普通というか、なんかあまりそう、やっぱ関わることがないですよね。僕も結構あの本当に真面目にあの筋トレを教えてるので、うん、あ、いいっすよ、誰か筋トレやりたい人いたら、はい、月6回3万5000円お願いします。なるほど、僕真剣にね教えてるんで。でも結構あれだよ、予約結構埋まってるみたい。でも結構もう飽和状態です。あ、僕一人しかいないじゃないですか、トレーナーが。あー、だからもうもう見切りないですね。ああ、なるほどね。女の子が多いです。だってはい、そう、超積極的な女の子とかも来てるんで、うん、あの結構やんちゃ系の可愛い子、うん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 、あ、僕全くお客様なので、うん、手は出さない。そういうあの目線では見ておりませんが。本当かよ。本当そうです。本当に、はいはい、本当に結構めっちゃ可愛い子来てますよ。あ、そう、はい、フォロワーインスタ5000人ぐらいの子来てます。アさん、こんばんは。ムッタのインスタライブいつも一番乗りしてます。だってあアさん、いやでもそのインスタの だいたい心当たりあります。うん、俺のインスタライブって基本5人ぐらいしか見ないです。うん、嘘だ、もっといるでしょ。まあでも多くて20人ですね。あ、なんかナンパ企画、やっぱナンパのライブが面白いらしくて。マジでやってんの。たまにやる。でも最近やれてないから、うん、ちょっと やんなきゃいけないですけど、うん、そう、俺結構ライブの方が得意っすね。ああ。面白いじゃないですか。確かに。こうやって意見来て、ね、楽っすもんね。はいはいはい。うんうん、六本木の関東連合をぶっ壊すこの力さん、シャラビー、ありがとうございます。今でも積極的にナンパしてるんですかって。僕ですか？いや、でも、なんか、ナンパというよりは、営業ですね。営業。はい。そのナンパして、LINE 交換して、その人を、まあなんか彼女、という感じじゃないんだけど、それのままジムに連れてきちゃうみたいな。うん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 、なるほどね。だビジネスにつなげてんだって。そうなんですよ、うん、お客さんにねしてるんですよ。なるほど、はい、らしいよ、うん、頭いいから。なるほどね。スペシャルゲストムッタ、どんだけ千利休さん、よしさん、ムッタリスクリライブしてた時途中で抜けた時ありましたよね。今思ったら予兆あったのかなと思います。え、いつだろう。あったっけそんなね。いや、わかんないですね。パン君、最近だといつ抱きましたか。ね、でももう4日前ぐらい、3日前、3日前かな、4日前ですね。へー、積極的だね。積極的っす、常に常に出し続けないと。テストステロン。痩せてる人間も筋トレ して大きくなれますか。177cm、63kg から 70kg のムキムキになりたい、 KY さん。めっちゃ細いな、それ多分。うん、だって僕でだって174センチぐらいで72キロぐらい今ありますからね。俺デブっすよ。とにかく食いましょう、まずは。話はそれからだ。
やっぱ食わないとダメですよね。なるほどね。でかくしたいんだったら。ムッタのストーリー見てるけど、可愛い女の子多いけど、ストナンで知り合った子だって。Of course。だって。それ以外ないっすね。でも、まあ、お客様呼ぶように Tinder も毎日スワイプしてます。あ、そうなんだ。はい、無料ですけど、課金、はいはい、無課金で Tinder もやってます。Tinder、はいはい、もやってるって。でも Tinder からね、一人ぐらいかな、まだ。あ、集客お客さんに、はい、なったのは。なるほどね。Tinder ではね、もう合わないっすね。Tinder はやっぱね、良くない。なんか、もう、ほんと、なんか舐めた子とか多いんですよ。例えば。だからなんか、ほ別ホテル別二万ですみたいな。はいはいはい。いやもうそんなの大丈夫ですみたいな感じなんですけど。あとはなんかこう遊ぶ約束したのに、うん、そのままブロックみたいな。意味不明なやつ多いよね。やっぱ、ね、やっぱまあ、軽い感じで出会っちゃってるんで、相手もこう逃げやすいじゃないですか。うん、逃げやすいっていうかなんですか、うん。やっぱストリートですよ。うん、ですよね。確かに。ですよね。うん、そう思う。そう、スリートやっぱやんなきゃダメっすよ。確かに。だから、うめえ、これ。あれだね、やっぱり、ストリートが一番いいってことですよ。はい。うん。お願いします。めったもだから今でもストリートやってるんでしょ？やりますよ。全然バンバン声かけてんだって。だって表参道に住んでるんで、うん、もう勝手にね、可愛い女の子たちから集まってきちゃうんで、表参道に。確かに。表参道があの大きな木みたいな感じですよ。カブトムシは寄ってくるじゃないですか。なるほどね。美味しいところに、はい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 。表参道おしゃれだと思ってるんで。だ要はカブトムシを捕まえに行く人だと。あ、そうですね。毎朝見に行って、木見に行って。なるほど、ね、ああ、いるよいるよっつって。カブトムシいっぱい止まってるよ。蜜吸ってるよ。なるほどね。でそこですいませんっつって。うん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 。はい。そういう感じですね。でもね、やっぱりね、これ1年間やってきましたけど、ちょうどストリートナンパ始めて1年ですよ、僕。やっぱ可愛い、可愛いっていうか、皆さんが想像してる可愛いのレベルがわかんないですけど、僕の可愛いっていうのはもう本当、なんですかね、スト値90レベルはやっぱり難しいですね。正直はっきり言って、そのフィナーレまで、そのいう人たちとフィナーレまで行ったことはないです。ない。まだ。ないんだ。スト値90はやっぱね、難しい。まずアポに繋がんないですね。多分1ヶ月に 2人ぐらいなんですよ。多分バンゲできる確率が、うん、そういう超可愛い、うん、超絶美人みたいな、うん、みんなが振り向く美人みたいな、うんうんうん、でもやっぱそっからねアポに繋がんないですね。やっぱ奴らっていうのはなんであんな変身しないんだろうっていう感じですね。未読無視か既読無視絶対。舐めてますね。いや奴らはやっぱ敵が多いっす。ライバルが。なるほど。強い男たちが。でも LINE は聞けるんでしょ？ LINE 聞けますね。聞けるたまに。あでも返さないでしょ？なんでなんすかねあれ。だって、じゃあ教えんだったら話じゃない？はい。ほんとそうっす。なんだろうね。不思議だよね。あ、でも一人ね、恵比寿に住んでる、なんかホステス、銀座のホステスさんみたいな人が、うん、遊べたんすよね、一回。うん。で、またやっぱり次が、それはやっぱ俺の実力不足かな。あ、そんなの、2回。どこだ、そんなの、その時。その時は渋谷で遊びました。へぇー。普通にそれで、カフェ？カフェ行って、うん、その後、珍しく、俺カフェだけで終わるんですけど、うん、やっぱ綺麗だったんで、うん、ちょっと居酒屋さん行こうか言うて、うん、居酒屋行きましたね。あらのなんもないの？いやー、なんもないっす。マジか。いやでもあの人はマジ綺麗。結構スト値高い。高い。はい。もう次から次へと出てきます。積極的バー。ありがとうございます。今約ね100人ぐらいいんだけど、90何人だけど。そんないるんですか。うん、すごいな。ここに今なぜかフォークがいるっていうね、ムッタのところに。俺ムッタのところに甘えてるっていう。何なんだろうねこれ。俺ね動物に疲れちゃうんですよね。飼い主に来ないで、ムッタに来るフォーク。もうだって、初めて目合った時から、もう懐いてましたもん。なんでも懐くんだ、すごいな。でも超人懐っこいですよね。ムッタ愛してる、DD さん。ムッタさん、もうウッチーさんも DM 返してくれるから好き。
や、そりゃ怖いっすよ。ね、怖いっすよね。でも、たまに変な人いんだよな。うん、そういうのはね、無視するね。まあ、そうだね。さすがに。ああ、ツッチーが連絡先聞いてからのムッタさんの僕は今回はいいですが好きですって。あ、僕は今回遠慮してますよ。そう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 。はは、そう今回大丈夫です。そうなんで、懐かしいな。いや、俺ね、結構あれはね、あれは自分でもね、面白いと思ってるし。いや、マジで面白いと思います。あれは、あれはね、俺ね、センスあると思いまして、やっぱり。あれはね、俺もね、不覚にも、不覚にもって失礼だけど、かなり笑った。わかります。なんかこう、本当に笑っちゃうのと、あ、そうな、これ違うなっていうのが、やっぱり皆さんの中でもあるじゃないですか、絶対。自分の笑いっていうのは。俺、自分でやってて笑っちゃいますもん、あれ。こうやって、あ、ちょっと、一回ちょっと確認させていただきます。あ、すいません。今回ちょっと、僕大丈夫です。素晴らしい、両方広いね、ほんとに。でもやっぱりあれは、でも俺が、こうやってあれが引き立つのは、土がこう、もうガンガン、最初に言ってくれるから、こうやっぱ行くタイプとこう引くタイプが大事じゃないですか。確かに。そうだからやっぱバランスなんですよ。まあそうだね。そうだね。だから俺は美味しいとこ持ってっちゃってるけどみたいな。ツッチーがやっぱあってこそのやっぱあれじゃないですかね。笑いじゃないですか。まあね。ダマさん。お酒飲んだらいい男なら誰でもムラムラしてたけど彼氏にしかしなくなってしまった。へえ、すごいね。いいことじゃん。女の子ですか。うん。へえ。お疲れ様です。あ、竹蔵さんお疲れ様。KY さん。ムッタさんは26日のミカさんいるじゃん、ヤリマンソープ場。はいはいはい。のお持ち帰り狙ってますかって聞き、来てるよ。当たり前だよ。当たり前だろ。チンボついてんのか。そうだよ。それでも。ダマさん、今度ラブホの前でライブしてほしい。え、それ、何僕がってこと一人でってことこれ超うめ。うまいでしょ。やばい、これ。あれ、今日あれ来てねえじゃん。あいつ。高橋返事しろ、いたら高橋さん誰でしょう。高橋大吾っていうね、舐めた陰キャがいんのよ。あ、そうなんですか。そう、だでそいつ生意気なんすか。名前聞いたっていうか、まあ、口の引き方がなってないからイラッとしてたんだけど、昨日からもいじり始めて、そう、今度積極的に散策ライブにお前 AD として来いとかっつって、もう今度の日曜日の積極的ライブもまあ、AD として来いってみんなに煽って行かなきゃだら男じゃねえぞとかみんなから言われてて、でもそういうちょっとなんかわけわかんない人が来たっていうのは人気になってきてる証拠っすよ。そうなのかな。そうですよ、うん、やっぱアンチが来てからがねやっぱすごいと思いますよ。さすが、ありがとうございます。いや僕は何もわかんないですけど YouTube のことは、うん、YouTube またやろうと思ってるでしょ。でもいやなんか密かにクソしょぼい、うん、なんか何も編集しないで、うん、超適当な動画載せてるやつがあるんですよ、1個。うんうん、あるんだって。まあ別に、それは別に、チャンネル登録とか別にしなくていいんですけど、うん、そこになんか適当に気分で載っけてますね。筋トレしてるやつとか。はい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 。ラファエル。ラファエルの気持ちになってみるか。うん。超絶美人は金持ちの肉棒に頬張るからね、無知な美人にアプローチかけると確かに。ムッタさんモテるな。いいこと言え。神企画、ツッチーに今から積極的電話。それ微妙だな。玉袋さん、こんばんは、積極的。はい、コベルコさん。さっきの DD さんがこれやったじゃん、これ。はいはい、これ、また見れた感動、うるってきただって。そんな。いや、でもね。うん。だ今度、うん、まあ、今日はライブだけど、今度普通に動画俺出てもらうから、その時やってよ。やりましょう。うん。普通のさ。渋谷横丁この前行きましたよ。あ、行った？あれすごいっすね。すごいっしょ。あれもう鬼番月っすわ。ああ。あれもうね、ウッチーさんと俺で行ったら、もう、ほんと、スター。でもね、やっぱりね、僕も前までは、やっぱビビってましたよ。うん、やっぱ声かけんのとか、うんうんうん、でもやっぱねそういうやつしかいないから、うん、もう逆にやっぱね行ったらもうねヒーローっすね、うん、やっぱこのナンパできるようになってからああいうところ行くとやっぱすごいっすわ、うん、いやもう片っ端から声かけましたもん。
え、座ってるお客さんでしょ？もちろん。全員っす。なんか、結構、終盤になってくると、うんうん、なんかこう、もうなんか、もう、ほんと男も、うん、チンチンがこうなって、もう、こういうなってるんですよ。うん、なんかいねえかな、みたいな。うん、女子もなんか女子で、なんか別になんかもう早く帰ればいいのに、うん、なんか二人でなんか、こういう、次どうするみたいな感じで、ナンパ待ちみたいな奴らが、そういうなんか、お店じゃないけど、こっちのなんか、そういうのとそういるんすよ。そういう奴らに片っ端から声かけて、でもそこであえて、そのなんかその日になんとかっていう感じじゃなくて、あ、もう僕はもう、文言あるんで、帰んなきゃいけないんですけどとか言って、LINE だけ、片っ端からゲットして、この前帰ってきましたね。すごい。1時間ぐらいで、1時間もいないけど、普通に、4番下ぐらいして帰りました。すごいなぁ。いや、あれ、すごいっすわ。渋谷横丁。うんうんうん、すごかった。でも、若いな。若い？若いっすね。ちょっと若かった。なるほどね。実際、一人行ったの？いや、なんか、その、ジムのお客さんと行きました。ああ、そういうことね。ための男の子いて、うんうん、その子と結構仲良くなってて、うん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 、ずっと通ってくれてる子なんで。うんうんうん、なるほどね。しかも、ためだから。はい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 。すごいな、月だな。すごいね。めっちゃあったかい。はい、翔平さん、こんばんは。隣の方はですね、はい、リスクリというね、そうなんです。僕が結構出演させてもらってる、YouTuber の、YouTube チャンネルの元メンバーの方ですね。はい。はい、だからは、わかりやすく言えば、元 AKB みたいなもんですね。はい。はい、卒業しちゃいましたね。はい。ちょっといろいろね、大人の事情で、2ヶ月前に、はい、突如緊急事態宣言中の最中だよね、確かね。そうですね。うん、急にクビになさせられちゃったんですよ。まあサッカーという戦力外通告ですね。そうなんですよ。うん、でもさ、まあこの機会だから、まあたまたまその ワードになったから聞くけど、はい、実際まあ前も俺ちらっと聞いたけど、やっぱもう晴天の霹靂なわけじゃん。その予兆があったわけじゃなくて突然言われたわけでしょ。そうなんですね。なんだってわかります。要は、もうなんとなくジャブがあって、いきなりストレートが来たとかじゃなくて、いきなりもうストレートで、もう何、抜けろって言われたの。もうやめようって言われたの。いや、まあそんな強い感じではないですけど、うん、まあちょっとやっぱ、あれだ、ちょっと、なんだろう。このまま続けていくのは難しいみたいな感じで言われて。うん、それはどっちから言ったの？アッキーから、ツッチーから。アッキーですね。ああ。そうですね。なるほど。まあでも、はい、なんかくっそふざけたことをやってるようで、うん、やっぱりこっちがやってる側としては真剣なわけですよ、うんうんうん、どうやったらチャンネル登録者数増えるとかなとか、うん、面白いことできるかなとか、うん、動画編集どうするとか、うん、動画編集する人もいるし、うん、結構やっぱね YouTube をやってる人はすごいですよ、うん、と思いました。僕は少しだけやってみて、でも僕編集とかも全くやってないですけど、うん、アッキーがやってくれてたんで、うん、そうだからやっぱ僕も人任せになってる部分がすごく多かったので、うん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 、まあそれはしょうがないかなと思って、うん、なるほどね、はい、そうかそうか、難しいですよ、なんか誰かと何かを仕事としてやるっていうことは YouTube だと特に難しいよね、はい、なんかこう、ね、結果が目に見えて出てこないじゃないですか、うんうんうん、そうなんだよね。そうなんですよ。だから僕はあえてもう積極的チャンネルに関してはもう一匹狼。いや、それが一番いいんですよ。そう。で、この間みたいに突発的にさ、AD 山口みたいなさ感じでのはありだけど、散策ライブの時に、はいはい、視聴者の一人が来たのよ。はい。で、そのままなんか一生懸命頑張って声かけてたから、みんなから AD 山口とか言われて、そう、それで、そういうふうな感じだったけど、うん、結局その積極的チャンネルの運営側には来ることは多分誰もないけど、まあ演者としてさ、こう、これがね、ゲストとしては出ることはあっても、こっちサイドに来ることは多分今後も多分絶対的にないから、僕も一人やりたいから、やっぱり。うん。その方がもう気楽でいいもんね。そうなんですよ。うん、本当に。やっぱなんか仕事と、仕事？なんか難しいっすよね、うん。仕事って言っていいのか分かんないですけど、うん、なんか仕事とかやろうと思ってる人は、うん、そのやっぱ一人でやるか、うん、本当にもう本当に信頼できる
いやでもそれでも難しいんですよ。なるほどね。僕もツッチーとめっちゃ信頼し合ってる関係だったけど、うんうん、そうやって言ってこれで別れちゃったわけですから、うんうんうん、そうなんだよね。相当な難しいと思いますよ。あ、だからなんだろう、エビスジャップとかあ、分かります、うんうん、分かるよ。あの人たちとか超すごいっすよ。超仲いいじゃないですか、うんうん、何人組だっけ、エビスジャップ3人だっけ。3人なんすけど、うん、多分なんかカメラマンとか、うん、なんかもう一人わけわかんないやつとかもいて、うん、結構なんか5人ぐらいでやってます、うんうんうん、カメラ。いや、あれすごいっすよ。なるほどね。あんだけ仲良くて、まあでもあれだからな、結果が出ちゃってるからな、うん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 、お金もあるし。なるほどね。お金の余裕は心の余裕。なるほど。ということですね。僕たちみたいな底辺 YouTuber はもう無理ですよ。なるほど。無理。そうなのか。いやもうやっぱいくらにもなんないですからね。ああ、豊臣さんが三作ライブで AD ムッタ君見たいですだって。AD、うん、何をすればいいんですか。何をするっていうか、ただ普通にあれで、一緒にいればいいんですか。そうそうそう、声をかけたりとか。全然全然。ね、はい。全然全然ね。僕のチャンネルだったら全然心よく出てくれると思うので、もちろん、うん、ありがとうございます。ビューティフルボーイ、今日自増して自分にイラついた。ダメだな、しょぼいな。この人わかんない、この人よくコメントする人だよ、黒崎さん。わかんない、前リスクリで結構毎日のコメントする。黒崎さん、わかりますわかります、そのなんかね、アイコンね、すごい。そうそう、黒崎さんわかるってよ、忘れられん、ね、そんななんか怖いアイコンは、うん、やばいアイコンしてる人はもう忘れられん。黒崎さんの下に知ってる人いるよ、ほら。え、あ、和一さん。和一さん、うん、そうですね。なんかコラボ依頼があったんですよ。でもね、僕はね、お前どこにでもコラボ依頼してんな、お前。僕はね、でもね、あの YouTuber ではないので、うん、カズからどんなコラボ依頼が来たの。ね、一緒にナンパ、あ、じゃあインタビューナンパと、うん、こういう対談の2本立てです、うんうんうん、おカズお前贅沢だな、2本撮りお願いしますってオファーしたんだ、お前面白いね。やっぱり僕もね、全然ね、全然全くね、雑魚の人間ですけれども、正直、バカ正直に、うん、あ、これ言って俺、え、ちょっと待てよと、俺言ってこれ何になるのかなっていうのをやっぱり思ってしまいました。これバカ正直に言いますね、うん、だってカズやっぱり僕はね、やっぱね、思ったことを言っちゃうタイプなんで。なるほどね。うん、これはやっぱり言いたいな、うん、うん、ちょっと、うん、なんだっけ、レーザーな、なんだっけ、 RG のあるある言いたいじゃないけど、ね、言いたい、うん、だって言いたかったな、うん、うん、なるほどね。渋谷横丁でなんて声かけするんですか、だって。いや、もういつも通りですよ、うん、ああ、すいません、すいません、すいません、なるほど。 MSN… なんでもいいですよ、うん、みんな酔っ払ってるから。確かに。カラシンさん、MSN みたいにツッチー、ムッタ、ウッチーさんの TMU の3トップで攻めてほしい。 TMU ね、面白いね。まあね、そういう仲良くね、みんなでね、やれたらよかったよね。まあね、だから多分、1人1個チャンネル持ってたらよかったんじゃないかな。あ、そうかもね、はい、うん、ほらこれ来た、高橋、ほら、陰キャじゃねえ、陰キャじゃねえわ、クソ打ちだとか言ってくるこいつ。あ、そういう、高橋、そういう、そう、へえ、すごい、すごくない、はい、お前ぐらいで俺のこと呼び捨てすんの、陰キャやろう、ほんとによ。いやでもね、そういう人が来たっていうのは、うん、もうね、結構有名になってきてますね。いや、そんなことはないけど、絶対ね、ウッチーさん梅田で話しかけられる。そうそうそう、梅田とかでも話しかけてくれたよね。本当すごいよ、うん、まあ、でもやっぱり関係ないのか、場所は。 YouTube に全国で見れるから。東京インシデントさんね、波紋の呼吸。え、今来てビビったムッタがいるのが浦和の男。調子はどうだ。この人は高校生でね、ナンパし始めたばっかなんだよ。おお、うん、そう、紅さん、そうなんだよ、3人で収益分けるのもな、きついなって。本当そうなんだよ。いや、本当だよ、だって俺らで一番良かった時で、14万とか、え、そん10万ぐらいかな、うん、10万っすよ、10万をだって。それで半分は編集者と編集者のアッキーが持ってくから、うん、5万持ってって、
それを 2.5、2.5 で俺と土が起きるんですよね、うんうん、どうですかっていう。だって毎日さ、渋谷行ってさ、すいません、あのインタビューやってるんですけど、簡単なやってもらえないですかっつって何百人に無視されて、で、あの一本の動画が完成してるわけですよ。それで1ヶ月やって、めちゃくちゃいい時で1ヶ月最一番最高の時で2万円とかですよ。毎日ですよ、毎日投稿。なるほどね。で、それをまあそれをしなければ大物 YouTuber にはなれないんだけど、そのなれるかなれないかっていう、その何わからない未来に向かって、うん、必死に頑張ってるんですよ、スッチー君は、うん、だから応援してあげましょう。なるほどね。クジラさん、ムッと、ええ、ジョーダンさん、ジョーダン君、ムッタさん、ウッチーさんと一緒にナンパライブやってください。もちろん、うん、やるよね。え、そうやるよ、当たり前っすよ、全然やるよね、うん、本当の昔ながらの友達とかじゃないと厳しそう。まあでもね、ツッチーとムッタは本当の昔ながらの友達だったんだよね。そうそうなんですよ。うん、学校で一緒にね、大学でサッカーやっててね。サッカー 部だからね、もう毎日もう嫌でも一緒にいるさ、ようなさ、関係でさ、喧嘩もするし、いっぱいやってきたけど、そういう人たちでもダメなんですよ。皆さん、一度考えましょうね。やっぱそのビジネスが絡むとね、ってことだよね。そう、やっぱ これが絡んじゃうと人間はね、変わってしまうんですよ。なるほどね。うん、なんか僕はそうだな、なんか貧乏でも結構切羽詰まっ、なんか当てるようなことはないんだけど、うん、それが多分逆に嫌なんだった、うん、だったろうな、危機感あんのみたいな、うんうんうん、そう、そういうやっぱさ、なんかこうあるじゃないですか、うん、価値観っていうんですか、うん、なるほどね。やっぱ難しいっすよ。夏丸さん、ムッタと積極的動画見たい、ありがとうございます。うららさん、うん、高橋さん来ましたね。高橋さん、高橋名人、さっきの陰キャ陰キャ、裏の男、木曜日ナンパします、目標10番芸、高校生です、すごくない、すごい、目標10番芸、うん、もう10番芸って結構きついぞ、うん、2人のコンビ最高に面白かった、まあツッチーとムッタのこと言ってたんだろうね、このちゃんこさん、うん、まあね、まあそれはやっぱ面白いんじゃないですか、うん、いろいろやってきたから。あ、寺田さんこんばんは、ありがとうございます。寺田さんも多分ディスクリの視聴者さんだね、うん、今何人見てるんですか。今137、すげえな、うん、138。はい、 D リクシーこんばんは、ありがとう、積極的スパチャ、ありがとうございます。いくらですか。120万。あ、ありがとうございます。お金持ち。うん。ねえ。ションションさん、今日渋谷横で声かけしてゲットしますだって。いや、マジですごいね。渋谷横丁いいですよ。ね、すごいね。すげえ、めっちゃ汗かいてる。和一さんっていろんな意味ですごい方ですね。今まで見たことない人種です。なるほど。俺も初めてだよ。うん。チンプイさん、高橋さん、クソとか言っても笑ってもらえるようになって、むしろ可愛がられそう。で、この高橋っていうのが、はい、アッキークズやん。だこういうね、なんかあのきついコメントをね、なんか、いやでも面白いっすよね。そう、うん、あの正直というか、なんかこう、うん、いいと思いますね。ね、はい、やっぱアッキー、ね、やっぱアッキー多めに撮ってたんだよ、半分アッキーなんだ。あ、これ言っちゃいけなかったのかな、わかんない。いや別にもういいじゃん、終わってたから今は半分、ああでも、いや半分じゃないんじゃないですか。あ、ツッチーと、うん、ツッチー多分もらってないと思うな。大好きマン坂道さん、インタビューマジきついですよね、5時間やって坊主とかありました。あ、そうなの。インタビュー大変っすよね。一匹狼が一番いい。まあカラシンさん本当そう思うよ。そうですよ、うん、あのお金絡んでくると人間変わりますよ。外出しの時、男が一人で触って外に 出すまでのことをアディショナルタイムって呼んでるんだけど、意味ある、合ってる。ちょっとめっちゃくだらない、急に何すごい面白い。ダムさんはね、すごいあれなんですよ、結局、うん、好きなんですよ、うん、
ツッチーさんもいつ切られるか。いや、そしたら一人になっちゃうじゃん。そう、アッキー一人でやろうとしたら。いやでもね、多分アッキーは一人で限界を感じたからツッチーと、まあ、ツッチーとやりたい、最初からやりたかったのかもしれないけど、ツッチーと俺らとやろうと思ったんじゃないかな、うん、だってそれだったらさ、だって自分で一人で やった方がいいじゃないですか。だって編集もできるし、ですでしょ、うん、だからね、本当にね、そう、何を考えてるのかっていうのはあんま分かんないんだよ、俺は。うん、なんだって。俺、ツッチーのことはさ、やっぱもう昔から知ってますけど、アッキーはその知らなかったから、うん、その、急にバンって来て、ツッチーの友達、幼馴染だよって言われて、YouTube やろうみたいな感じで言われてんだけど、どうみたいな感じ言われたら、俺は信頼してるツッチーの信頼してる人だから、うん、俺はもう、この、来るもの拒まずスタイルなので、うん、全然いいじゃんみたいな、やろうよって言ってやったっすけど、うんうん、なるほどね。はい。そしたらこう、クビ宣言されてしまったので、僕は。まあねー。はーい。もう本当びっくりだったよね、きっとね。いや、もう本当にびっくりしましたね。さすがに。うん。はい、シリさん、積極的、こんばんは。お疲れ様でございます。いや、豊臣さんが、アッキーを追い出したらよかったのに、だって。そう。そう、あ、そうと言っていうか、そう、なんか、三人で話し合いになって、うん、で、それで、じゃあ、武藤は、じゃあ、俺辞めるか、みたいな感じになって、え、じゃあ、二人は、まあ、どうすんのみたいな感じで言ったら、あ、俺は、ツッチーとやるよって言ってて、あ、みたいな、そうなんだ、みたいななって、ですね。まあ、別にもうね。もう二人で、もう、裏でもう話してたんじゃないかみたいに思ったわけね。そうですね、うん、まあ別にね、もう終わったことなんでね、いいと思いますけど、多分その何も分かってないと思うんで、うん、気になっちゃうじゃないですか、やっぱ、うん、分からないことって、うん、だからもう全部ね、今日言いますよ。もう2ヶ月経ってるからね、時効でしょ、時効という、ね、トイレ、いや、違います、携帯です。うん、ムッタ一人でまた YouTube 始めてほしいだって。おお、いやね、スパチャまで行け、スパチャっていうか、なんていうんですか、ライブ、うん、ライブまで行けば僕全然やりますよ。やっぱ動画編集出すのがめんどくさいです。そこだな。ツッチーはアッキーに洗脳されているよ。5年のムッタより6ヶ月のアッキー選んだんだから、 DD さん。すごいこと、めっちゃ知ってる。うん、森田達也さんはベッドの上でシャルビーダンスと声をかけた熟女とはどうなりましたか。もうこれも何回も言ってるけど、 LINE 読まないな、のクソババ、本当にダメだよ。何これ、高橋、何これ、こう、ムッタなんでゲイビー出たのって。それはもう、あれでしょ、気合でしょ、気合。お前もほんとあれだね、こんな時によくわかんないこと質問するね、お前。だからお前ほんとに、やっぱもう陰キャなんだよ、お前は。ほんとに。ナイス。名人。で、最後、もうちょっとしたコメントで、ムッタが好きとかさ。誰ですか？この高橋。なんでゲー、おー、サンキュー、ゲービデオ出たって言ったやつが今度ムッタ好きとか。サンキュー、ほんとにありがとう。高橋、お前もう寝ろ、お前はもう。問題児、うん、問題児。高橋は今週の日曜日散策ライブ、お前 AD で組んだろ。よし、一緒にやろうぜ。あ、よかったじゃん、ムッタ来てくれるってよ、3人で。あ、すげえ。カメラマン頼む。うん、でも多分高橋は陰キャだからカメラとかやっても多分ね、はい、あさっての方向撮っちゃうから多分ダメだよ、向いてない、多分。ダメですか、うん、そっちのタイプだから多分高橋スマホ持ってないもん。ダメですか、うん、多分これパソコンで見てるよ。あ、多分 Windows95 で見てるから。
メイプルストーリーやってんの多分。そう。メイプルストーリー。めちゃくちゃ多分遅いから。ネットも。ちょっと待ってね。はい、こんばん、あ、SS さん、こんばんは。この前大宮で積極的チャンネルさんがいたのを駅構内で見ましたよ。自分はひたすら大宮でナンパしてました。ただ顔出し嫌なので声をかけませんでしたけど、積極的チャンネルさんが楽しそうにしてたのが何よりでした。ありがとうございます。積極的、ありがとうございます。積極的。スティールリアルさん、ムッタさんが抜けてからリスクリチャンネル見なくなりました。あ、そうなの？おい、見てやれよ。よしさん、僕の予想、もともとツッチーってやりたかったけど、ムッタさんいたからしょうがなく変わった。あー、うん、なるほどね。まあ、確かにそうなのかもしれないね。うん、だったら最初から言ってもらったらいい、よかったけどね。まあ、ね、まあ、でも別にいいんですよ。もう終わったことだから。でしょ？えらい。みんな未来しか見てないでしょ？うん。うん。僕の予想、じゃねえや、おかげさまで積極的チャンネルを見てると。ああ、なるほどね。積極的チャンネルはね、見た方がいいよ。うん。くれないさん、むった退職金は出たのかって。退職金は、なんだっけな。なんか、一応、これまでやってきた分はまあ、30万ぐらいかな。うん。それをあげるかな。っていう、なんか、アッキーに言われて。あ、マジか、ありがとうございますって感じだったけど、結局、なんかその月の YouTube 代、うん、8万円ぐらい。8万円だけもらいました。なるほど。はい。まあでも別にね、もらえた分だけラッキーぐらいで思ってましたね、僕は。そこに関してもなんか揉めたくなかったんで、うん、別になんか、もらえるもんだけもらって、あとは別に文句言わないで、うん、何も言わないです、言ってないですね。なるほどね。お金はね、自分で稼ぐもんですよ。シリさん、明日から仙台ですか？はい、仙台ですよ、明日から。そうなんですか？うん。何し行くんですか？面接で。へぇー、すげえ、うん。今、お仕事的にはどんなんですか？結構、もう、変わらずっすか？うん、全然調子いいよ、それなりに。うん。やっぱみんな、稼ぎたいっすね、女の子。まあね。はい、D リクシー。今日はなんか暗い雰囲気、そう？ライブ見てても、ムッタさんとアッキーさんと多少とも壁はあるなと思ってましたと。あ、なるほどね。へ、そうなんだね。面白いね。それはでも、俺らはっていうか、俺はあんま分かんなかったな。うん。そうなんだね。ムッタは編集しな、なしでいい。あ、そう。DD さん。あ、だす。でもね、僕、チャンネル、登録ね、今ね、500人ぐらいいるんですよ。だって。だあと500人で、あのね、1000人行って、4000時間行けば、収益化できるから。そうだね。そしたら、まあでも別に。コラボ、応募すんの？カズのところ。そうっすね、お願いします。はっって。やってもらえませんか？日本撮り、日本撮り。はい。インタビュー企画と、インタビュー、ね、インタビューと、面談、面談っていうか。いや、ムッタさんは背中懸垂以外やりますかって。いや、やんないっすね。懸垂オンリー。うん。まあでも、あとバー持って、こうなんか、こう引くやつとか。はいはいはい、なんていうんですか、あれ。なんていうんだろう、あれ。なんだっけ。デッドリフトみたいなやつ。はい。ムッタ、結局のところ大阪の YouTuber の方と一緒に YouTube やるとか、欧州のサッカークラブに行くとかの話、動画見ましたけど、どうなりましたかって。やんねえよ、お前。なんか、すげえ。大阪の YouTuber は何だったの？マジ謎っす。いきなり来たの？いきなり来ました。さあ、絶対嘘でしょ。俺のためだけにさ、東京来ないでしょ。うん。それなのになんか、いや、ムッタさんと会うためだけに来ましたみたいなこと言ってさ。いや、ほんとかもしんないから、わかんないっすけど、うん、いや、でもさ、俺はさ、さすがに無理ですよ、こんな。無理ですよ、そんな俺。クレイジーじゃないよ。現実的ですから、僕。積極的じゃなくて現実的だと。現実的。なるほどね。はい。冷静に無理でしょ、うん。何を言ってるんだと思いましたけどね。はい、びっくりしましたね、あれはね。視聴者に厳しい YouTuber の神。誰ですか？多分俺のことだと。高橋、あれらしいよ。タブレットで見てるって。タブレットの持ってんのお前すげえな。TKC？ うん、高橋。視
聴者はムッタしか見てないと思う。なんだそれ。高橋、ツッチーも好きじゃない。誰ですか。あの、高橋ってあの、うちのチャンネルの陰キャ。高橋、物事をはっきり言うね。そう、陰キャのくせに物事はっきり言うからムカつくんだよ。なるほど、うん、だからもう会ったらもう説教してやると思ってんだよ、うん、だからあのコネ、なんか行けるか、行けたら行くとか言ったら日曜日ほんと出す。頼むぜ、マジで。はい、岡田さんありがとう、積極的スパチャいただきました、ありがとうございます。20代後半かい、高校生かと思った高橋。確かに。ムッタさんが一人でちゃんやってチャンネルを伸ばして見返してほしいです。ムッタさん応援してます。まあなんか別にね、見返すとかのねためにやんないっすよ、僕は。ハッピー人間なので。ね、誰かとね、競ったりするのはね、好きじゃないんで。そう。自分がね、自己満ですよ。自分が良ければいいんですよ。今ね、他人のためにやんないっす、俺は。それでそうになるけど、プロサッカー選手だったんですよね。それが本当すごいと。誰でもなれますよ。なれねえよ。逆に聞きたいっす。まあ、キュンキュンだからね、ムッタは。どうやったらなれないんですかって聞きたいっす。ほとんどなれねえから。頭使わないと。やっぱね、僕、持論を言わせてもらうと、あの、ゴール前で、横にパスすれば1点が取れます。でも、自分でシュートを打ったら、入る。いや、横にパスを出したら 100% 入ります、うん。自分で打ったら、自分のゴールにはなりますけど、2分の1で外れます。で、その時に、横パスを選択できる選手がプロになれると思います。だって、今いいこと聞いた？うん。だから、そこで、あの、エゴが出ちゃうと、そういうやつは、もうあの、これですね。目先の利益？そうなんだ。はい。結果が全てですから、うん、入ればいいんですよ、ゴールが。なるほど。僕はそこでこう我慢、自分をが別に活躍しなくてもいいから横にパス出せる選手だったので、はいはいはい、プロになりました。素晴らしいね。どうですか、スパチャください。確かに。ムッタさんが一人でやってチャンネルを伸ばして見返してほしいです。ムッタさんお願いします。見返すためにやんないよ。うん。うん。高橋大吾、ビューティー見る目ないなって。要は20代後半か高校生かと思った瞬間って言われて。あの、陰キャ高橋。はい。な。でもずっと見てくれるんですよ、やっぱそういう人って。ね。はい、気になっちゃうんですよね。高橋は俺のアンチなの？教えて。違うですよ、ファンっすよ。いやもうね、そういうね、やっぱね、なんかアンチとかする人の、なんか、心境を知りたい。うん、どうやったらできるのかっていう。確かに。そのメンタリティが欲しい。俺もね、やっぱそういうね。口汚いんだよ、多分、感覚が。はい。はい、いや俺、そういうことを言えないもん。うん、人をね、あの、匿名でね、攻撃できない。だって、それ自分に来ます、帰ってきますからね。絶対に。絶対やだ。はい。俺、そんなこと絶対できない。確かに。恥ずかしい。うん、男として。だって、男気あるよ。そういうやつはね、人生ね、成功できないよ。絶対に、これは絶対に言えることだ。今150人見てるよ。いや、Hey guys、 調子はどうだ。うん。30代とか40代の職業の美魔女がいる場所を教えていただきたいのですが、どこがいいでしょうか。やっぱ、だから、ん、表参道。うん、で表参道にはもう全ての人種がいるから来なさいと。黙って。この前だってフォロワー10万人、13万人ぐらいいるインスタグラマーいたもん。すごいね、それ。俺講習してたんですよ。だから講習生に、あ、話して絶対行った方がいいですよって、行かせようとしたら、そいつはなんかくっそかっこいい190センチぐらいのあの外人のなんか、男のこと、ま、すいませんって言おうとした瞬間にあの合流して、はぁってなってた。はぁってなってた。固まった。はい。実力の差をね、見せつけられたね、あそこで。いやー、俺もね、悔しかったよ、あれは。うん、やっぱそこに負けないから。
負けてはいけないよ。ムッタのチャンネル登録してますよ、だって。おお、ありがとう。デデさん。どう、あのチャンネル。ちょっと雑すぎだよね。なんかそれでさ、やってほしいことさ、あ、でも募集したんだよな。それで全然見てね。やべ。募集したの？募集したんですけど、コメントでなんかいろいろ多分、なんか何してほしいみたいなこと言ったけど、多分全然見てね。見て、意味ねえじゃん、募集したの。すいません。適当で。SS さん結構悩んでます。何を？何を何を？言ってごらんよ。ここに人生の先輩がね、いるんだから。いやいや、全然。ムッタはアッキーの目の前でパチパチしないから分かってた。ズッチーの前では目をパチパチさせてたから、本物の友情は分かってた。パチパチこれ？どういうこと？何それ？僕、はい、あの、ドライアイなんですよ。あ、そうなの？はい。だからこうやってなっちゃう。あと俺、本当に面白いと思わなかったら笑えないから。なるほど。はい。じゃあ僕のことは基本的に面白いと思ってくれてるってことだよね。ああ、もちろんですね。はい。それはもう。だって、フォーキーよかったね。何に？これコメント見ていい？あ、はい。え？岡田康弘さん490円。もらいました。あざーす。岡田監督ありがとう。ライブ間に合いました。あ、毎日見てくれてる人じゃないですか、多分。岡田さん。いつもありがとうございます。岡田さん、やっぱ有名な人なんだ。積極的。法政大学っていうのがマジですごい。すごくないですよ。法政のせい違うし。チャンネル登録してきた。ニキビ大丈夫？大丈夫じゃない。面白い。ツッチーとムッタが精子掛け合ってるのを見て、吐き気を催した。高橋大吾。またお前か。そうなんだよ。サッカー選手時代は25万くらいでしたよね。23万くらい。変わんねえし。そう、俺ね、教えるのうまいの。だからもうね、超大満足で帰っていくよ、みんな。いくらで？1時間8000円っす。キャバ嬢より稼ぎます。だってみんな。ムッタさんが抜けてからリスクリはマイルドになったというか、相手を傷つけないナンパになりましたね。おい！誰がお前？俺がひどいやつだ。ムッタさん、リフティング何回できますか？一生できます。大体そういうこと言うとサッカーしろだろうね。ほんとそうっす。サッカークローズはリフティングの回数なんか聞かねえよ。リフティング下手な人の方が多いっすよ、多分プロとか。なぜなら、試合中にリフティングは使わないから。積極的チャンネルにヒロッピーさんをゲストで呼んだら面白そうです。どうなんすかね。僕ヒロッピーあんま知らないからさ、ムッタのマッチアップした選手で思い出のある選手はもう川崎フロンターレの三笘薫選手です。もうあれは天才だ。もう世界に行った方がいい。早く三笘今もいるよね。うん、はい。もう毎試合ゴール決めてます。もうね、あれは日本にいる選手じゃない。俺代理にしたいの。もうあいつの代理に今やっといた方がいいよ。もう億稼げるから。マジで？マジっす。三笘、法政の上田綺世は、うまいというか、強い。シュートがうまい。シュートが強い。しかも決めてくる。だってあれだもんね、石かぶってるもんね、ね。綺世とね。そうです。綺世のおかげで全国優勝できたんですよ。俺が4年生なのに、綺世1年生で、綺世のおかげで、全国優勝できて、俺もプロになれたんですよ。綺世のおかげなんですよ。綺世様様？表参道って名前からおしゃれすぎて、埼玉県民にはレベルが高い。関係ないですけど、ね。関係ない、ね。うん、別に、何？関係ない。日本だから、同じ。あ、確かに。そうです。面白い。そうですね。別に何も関係ないですね。
え、あれ何分に1回出てくるんですか。あれは適当で。あ、そうなんですか。うん、あ、海行ったんすか。行った。へえ、どうでした。普通人いないよ全然、去年に比べたら。当たり前だけど。法政はスポーツ推薦で入りました。プライベートでナンパしますか。ナンパしますよ、もちろん。それはヒロッピーいらんわ。高橋またお前ふざけたこと言って。お前の方がいらないよバカ野郎。いらねえぞ高橋。アッキーがムッタの悪口言ってた、みたいよって。まあ、いいですよ別に。そんな、あ、なんかほんと高橋は口の利き方なってねえかんな。うん、三笘ほんとすごいよマジで。あれはほんとにすごいから。あのテレビで見るより、あのマッチアップした方がすごいから。へえ。もうね、あのね、1対1をねしないんですよあの人は。そうなの。そうだから1対1で上手いとかじゃなくて、もうあの気づいたら抜かれてるみたいな。なんだそれ。もうだから本当にキャプテン翼の世界です。初めてあんなもう天才を見ましたね。それ以外はね、あのしょぼいっすよJ リーガー別に。あの、うん、ただ泥臭いだけ。なるほどね。そうだから本当にあれは本当に才能なんですよ。天才なの。それ以外はあの体がちょっと強かったりするだけ。はあ、深いね。そうそうそう、本当三笘は本当にすごい。ムッタの一人ナンパビデオ、消えてるから、ムッタ FC でもう一度見たいです。はい、わかりました。頑張ります。サッカーはしてないです。全く。まあでも今度、ウッチーさんのところに遊びに行こうかな。アイス食う？あ、いいっすか。食いたいっす。高橋大吾さんは加藤春人さんですか。は、加藤ってまたね、あのふざけたやつがいたんだよ。はいはいはい。そう、そいつをブロックしたんですか。ブロックした。あ、どっちがいい、好きなのでいい。じゃあ僕こっちで、うん、ありがとうございます。やったー、アイスも出てきます。積極的バー最高。いやね、こういうね、ライブだったらね一生続けれますね。あ、動画の編集はめんどくさいでしょ。はい。動画の編集はマジ大変。そうなんだよ。えぐい。今4年の服部うまかったですか。まあうまいんじゃないか。うまいけど。知ってんの。はい、うまいんすけど、やっぱちょっとなんだろう、破壊力に欠ける。破壊力ってそんなカチカチの時に食っちゃうの。多少溶かさないの。え、そっちの方がうまいですか。え、俺はいつもそうだね。そうなんですか。ナマさん、そう、ヒロッピーって童貞の人だよ。ムッタさんはあのテンプレで今もナンパしてるんですか。あれしかできねえっす。はぁ、あ、D リキシありがとう。またスパチャいただきました。拍手ありがとうございます。ツッチーはムッタと気まずいって言ってたらしいよ。いやもうさ、だってさ、気まずいっていうかさ、気まずいに決まってんじゃん。何を言ってんだあいつは。あいつやっぱ頭悪いっすよ。うん、うん、自分がさ気まずくなるに決まってんじゃん。普通になると思ったのそれで。それがあの本気で言ってたら俺結構引くけどね。うん、うん、まあ別にどうでもいいけど、もう高橋さん、小卒。高橋はもう20代後半やぞ。高橋お前、俺らより人気になんなよ。本当に。お前 YouTube やれよ。あ、高橋 YouTube やれよ。うん、アンチ YouTuber。そう、いいじゃん。うん、高橋チャンネルやれよ。いいじゃん。俺も毎回もう低評価のコメント荒らすから。バーカ、バーカとか言って。ざけんな、キモいよ、バーカとか言って、もうコメントしまくるから。
で、ブロックされてももう違うアカウントでまたコメントするから。一緒一緒。もうスネークになるからもう。ほんとに。ふっちーさんはね、それぐらいね、すごいよ。うん。うん。俺はもう、やるとなったらもう、やるとなったら、ね、そう。ほんとに。ほんとに。高橋 YouTube やれ。高橋と山口で YouTube やれ。高橋と山口で。AD チャンネルやれ、AD チャンネル。三笘何気178あるし、センターフォワードも覚醒した。いや、うん、センターフォワードじゃない。あれ左。うん、左オンリー。ナマさん、ヒロッピーって童貞の方、そう。ヒロッピーまだ童貞なんすか？知らない。ヒロッピーなんか消えたみたいな。そう。はい。何消えたってどういうこと？いや、なんか、その、中星マインド界隈から消えたみたいな。あ、そうなの？はい。一時期噂あったけど、うん。僕もあんま分かんないけど。パイロットさん、ムッと今セルに何人だって。D リクションありがとうね、アイス代。今4。すごいね。ガチ。すごいね、へぇ。今度彼女にマクラーレン買わせるから。積極的。すげえ、マクラーレン買わせるんだって。マクラーレンと、うん、もう一人の人にランボルギーニのウルスですね。すごいね。で、今シーズンのあのストーンアイランドをまた買います。マジで。またね、あの YouTube で発表するんで。俺はあれだな、ランボルギーニじゃ、ランボルギーニじゃなくてダンボルギーニダンボルギーニダンボールで俺は。うまっ。アイスうまいよね。最高っす。ムッタさんがぶっちゃけてんのすごい面白いって、ヨシさん。そうだよ、こんな積極的チャンネルだから聞けんだよ、このこういう話。三笘は単純に足が速すぎるんですよね。そうなんですよ、よくわかってる。あれがね、シンプルに速いんですよ。うまっ。馬みたいに速い。へぇ。あの、サラブレッドみたいな足してるから、あいつ。そうなんだ。はい。なんかね、あの、イケメンみたいな、イケメン風の顔して、うん、めちゃくちゃごついです。うん。結局、高橋陰キャチャンネル見るからなって。ね、いいじゃん。高橋マジ、そうだよ。やれよ。人気出るぞ。そうだよ。うん。高橋チャンネルマジやれよ。もうさ、高橋陰キャチャンネルのさ、うん、強みはさ、もうアンチしかねえんだから。確かに。でも、それの一点突破でいけよ。そうだよ、確かに、うん。みんな見るから、ここにいる奴ら。高橋、二人とも最高と言ってる。高橋。高橋チャンネル。高橋の親は情が作ってる。けんなぁ。だからさ、こうやって結局さ、みんなに攻撃されちゃうんだからさ。うん。最初からやんない方がいいって。うん。シンさん、こんばんは、ありがとう。自分が疲れるだけじゃん。うん。うん、誰もハッピーになんないよ。あ、あ、久手さんサッカー知ってね。三笘と旗手。いや、どっちもうまい。どっちもうまいんだけど、旗手は、三笘は本当にただの天才だから、別にあいつは周りがどうこう関係なく活躍できるけど、旗手はすごく能力が高いけど、やっぱね、なかなかね、Jリーグのあの独特な感じにマッチできてなくて。だから僕の見解としては、J1 より全然大学サッカーの方がちょっとレベル高いんですよ。へぇ。そう。いや、そのレベル高いっていうのは、その、なんか技術の高さとかだったら J1 の方が高いかもしれないけど、うん、結局やっぱサッカーって動けるやつの方が強いんで、大学生とかっていうのはやっぱ息がいいんですよ。うん。もうやっぱさ、試合終わった後にさ、もうオールでクラブ行っちゃうみたいなさ、そういうさ、もう、すげえさ、もう、普通に年齢が若いからシンプルに、うん。サッカーはやっぱね、年齢が若い方がね、強いっすよ。うん、そりゃそうでしょ。だって走るスポーツなんだから。うん、確かに。ジジイよりさ、動けるちょっと下手なやつの方が、うん、いいんだよ。重宝されると。そう。うん。だから、旗手はちょっと、最初テクノズってたけど、あの人も結構すごく才能がある人だから、うん、もう最近また覚醒してきてるから。そう。
この10人トイレさんは、久世さん、余裕で三笘です。日本で一番うまいですよ、冗談抜きです。ほんとそうだよ。うん。ほんとにこれはマジでそうだから、もう、だから、その能力があんのに、J1 の監督は最初から使わなかったんですよ。へぇ。それはなんでかっていうと、監督も別に使いたいかもしれないけど、もともと、その出てた、例えばなんか、家長みたいな、うんうん、そういうベテランの選手を、最初に使わなきゃいけないっていうルールがあるんですよ。年俸の高い順から出さなきゃいけないっていう、暗黙のルールがあるんですよ。なるほど。だってそりゃそうじゃないですか。だって、高いお金払ってるのに、そいつがベンチに座ってたら、赤字じゃないですか。うんうんうん。だから能力のある若手より、別に能力ちょっと低い、ずっとみんなが知ってるようなベテランが出るんですよ。だからそんなことをやってたら、日本のサッカーは結局強くならないと。うん。深いね。うん。ちょっとね、語っちゃいましたね。いや、いいことだよ。うん。秋長田さん、ウッチーさんがアンチになったらやばそう。いや、えぐいと思うよ。しないけどね。うん。高橋はメインでカメラマン、山口。面白い。山口さんってあの、カズのさ、オフ会にもいたのよ。へぇー。ムッタさんのツイッターで信用できない的なツイートしてましたけど、あのやつらガチがあったんですかって、あのほら、解散の時だよ。うん。もう覚えてないっすよ。うん。もういいでしょ結構は、あ、でも見てなかったのか。うん、まあまあいいよ。まあまあ。そう、ダンボール。あ、D リクシーありがとう。ダンボールギーに250スパチャありがとうございます。ダンボールギーン !D リクシーはね、すごいね、面白いんだよ。そうなんですか。うん。コメントがね。確かに、ちょっとセンス感じる。ムッタのセリはかなり美人と聞きました。なんかもう、正直さ、自分の彼女さ、一年ぐらい付き合ったことある人だったらわかるけどさ、もう可愛いとか可愛くないとか関係なくなってくるでしょ。確かに。わかんなくなってるでしょ。うん。まあ、結局、どんなに可愛い人と付き合っても、結局そうなるんですよ。うん。三笘、イコール全盛期のベイル。なるほど。いい例えかも。うん、確かに。まあでもサッカーは本当に、一瞬で活躍して一瞬で稼いとかないと終わっちゃうからね、うんうん、全てが。ムッタさんは 1V 週1回は鍛えますかって。もちろん毎日やります。すごいね、偉いね、毎日は。ムッタのセニョリータたちに J リーグ買わせる計画楽しみにしてるよ。すげえ見てる、うん、当たり前だよ。俺だって40歳で、デビューするから、J1。お金で。だって、セニョリーダがさ、チームのオーナーなんだからさ、俺出すに決まってんじゃん。確かに、確かに。そういうもんだから。うん、世の中、これです。うん。タクコ引け、高橋、カズにコラボ依頼しないと。面白い。だからもう、高橋さんもさ、うん、もういいんじゃない、うん、もういいんじゃないか。面白い。高橋って父親が当たり屋だろ。バカなスタントマンとか言って。あんまりやめんだよ。それさ、やればやるほどさ、高橋さんもさ、あれになっちゃうんだから。高橋さんの顔楽しみです。確かにね、ステリリアルそうだね。ほんとね。高橋どんな顔してんだろう。三笘は活躍してるのに、結構サッカー好きな人多いっすね。多いね。三笘は活躍してるのになぜ途中出場が多いんでしょうか。さっき言った通りでしょ。まあでもそれもそうだし、そう、そうだと思う。だってさ、斎藤学なんてさ、出す必要ないじゃん、もう。斎藤学よりさ、全然三笘の方がさ。まあでも今さ、過密日程だからさ、まあさすがにさ、三笘ももうさ、結果クソ出しちゃってるからさ、もう使わざるを得なくなってるから、もうそれが一番かっこいいパターンですよね。確かに。でも監督が、使わざるを得ない状況にしてる。もう何も言わせない。結果で黙らせる。それは本当に三笘選手、俺本当にかっこいいと思う。なるほど。天才ですね。
積極的チャンネルの思考とは違うかもしれないけど、サッカー好きとしては普通に有料レベルの話聞いて楽しい。あ、じゃあ、スパチャー。ふるさん、頼むよ。行動で。うん。カズは引退しろ。アイスとしおりバカ。これ誰か言ってたよね。カズ、うん。僕ですね。え、だって、まあもうね、もうみんな分かってることでしょ。まあでも客寄せになるからね、カズは。そう。だから、そう、そうなんですよ。だから、ファンの質が悪いから、結局数が残ってるんですよ。だってさ、プレミアリーグでさ、数いないでしょ？プレミアリーグで数いたらさ、もう、やばいことになってるでしょ？もう、これだよ！これ。こうされちゃうから。でもさ、日本はさ、あ、キング、キング、キングだ！みたいになるでしょ？もうさ、そこのやっぱさ、質が変えていかないとさ、サッカーはね、無理ですよ。日本はサッカーするような環境じゃないんです。うん、でもその割には結構サッカーのレベルは高いんで、うん、日本、だって上手いじゃないですか、うん、みんな。うまいね。そう、だからね、なんだろうね、うん。国が変わんないとやっぱサッカー強くなんないんじゃないですか、わかんないけど、うんうんうん。だってブラジルなんかはさ、もうさ、プロになったらさ、もう、一生稼げるってなってるからさ、何十億って。だからもう死ぬ気でなってさ、うん、やるでしょ、うん。でさ、死にそうなさ、お母ちゃんとかをさ、プロになってさ、助けるわけですよ。プロになったよって。やっぱそれぐらいのさ、やっぱなんか、かけてるものが違いますから。うん、日本と。そうだね。そうです。それはやっぱさ、強くなるあれが違いますよね。高橋精髄チャンネル。宮市はすごく才能あった。それはもう知らん。ムッタは清水好きですか？清水大好きですね。わかる清水って。なんすか？ションベン。そう。ションベンね、一回彼女にね、かけてもらったんですけど。マジで？はい。いや、顔はないですよ。顔にかけてもらったの？顔はやってないですけど、体にかけてもらったんですけど、別に何もな感じなくて、ただ臭かったっす。だからもうそっから別に何もない。やっぱ一回経験してみないとわかんないじゃないですか。すごいね。結構変態なのか。いや、まあ変態なんじゃないですか。でも、もう最近は、別にもうほんとね、めんどくさいっす。ほんともう作業というか、仕事なので、することは。と。ムッタカズと組んでくれ。それはきつい。積極的 AD チャンネル。ブスは3日でなれる、美人は3日で飽きるか。高橋、なんか偉そうなこと言ってんな、お前。ほんとに。陰キャのくせによく言うよ、お前。他の人だったら、やろうと思ったけど、君かい。うん。何を言ってんだ、急に。武藤エイバル遺跡。そうなんだ。武藤義成ですよ。あっち。なかなかちょっとやっぱダメだね。活躍できないね。カタール遺跡まだですか？ねえ、カタール行きたいよね。カタール行ったらマジ一生分稼げると思うよ。だからさ、なんでさ、日本人さ、そういう金に目くらんでさ、東南アジアとか行かないのかなって思いますよね。うん。偉いと思う。だって J リーグはさ、レベル高いのにさ、お金が少ないんすよ。うん。なんで J リーグでやんのって。うんうんうん。まあでも、まあ、日本にいた方がいいっすよね。日本でさ、J リーグ、J リーガーだよっつってチヤホヤされてた方がさ、楽しいじゃん。渡部のように。そうです、そうです。渡部、グー。みんな面白いからどんどんやれ。センスで言えばモドリッチ。うん、高橋コリタか。タンパク質量気にしてないです。何も気にしてない。今日も一日俺ラーメン二郎しか食ってないし。一日一食。浮気するやつはするし、しないやつはしないと思う。容姿に関係なく。そうですね。あ、ありがとうございます。うん、ごちそうさまでした。どうぞ。久保はどう思います？まあ、久保建英は、やっぱり、センスとかはほんとピカイチだと思うけど、やっぱりさ、いまいちさ、迫力がないよね。斎藤学ぶオワコン感。ほんとだね。
あんまりプレイ知らないけど、アレシャンドレパト大好きです。肩の彼ドリブル、肩ドリブルも当時天才と言われたいゆえんで、アレシャンドレパトね、宇佐美隆はもうオワコンでしょ。ブッダさんの講習受けた人で超ブサイ、超絶ブサイクはいましたか？いや、そんなヤバい人はいなかったと思う。でもリスクリサロンにはいたと思う。はっマジで？そうですね。いや、俺の講習結構みんな結構かっこいいっすよ、それなりに。あ、そうなの？はい。あ、ありがとうございます。どんどん出てきます。積極的。バー。カズのサイン捨てました。ナイス。メルカリで売れよ。カズと田中ハイマは自分が辞めるって言わないとクビにならないですからね。うん。あ、そうなの。多分そうっすよ。そのあそこ何なんだろうね、あれのね。あいつとかなんか辞めたら何すんだろうね。うん、何もねえだろ。まあそんなこと言っちゃダメだ。人は関係ないっす。自分に集中しましょう、皆さん。人のことをね、言ってる暇ないっすよ、人生に。みんな偉いんですよ。みんないいんです。同じ平等。1時46分なのに152見てない。バカ見てますね。グーすごいよね。高橋元気か。高橋人気じゃないですか。高橋人気なんだ。高橋お前らより注目が集めんなよ、お前。本当だよ、高橋、マジで。最近なんか、ちょっとあれ、調子こいてさ、あ、なんか俺結構いじられんだとか思ってんだよ。いい、美味しいとこ持ってってたまになんかあの、美人は3日で飽きるかみたいな、ちょっとうまいこと言おうとして、そうお前全然面白くねえかんな。古い価値観が今のサッカーをダメにしているところありますよね。要するに、実力社会ということです。本当そうです。年功序列をやめましょう。とりあえず、日本の社会全部そう。あれ誰かスパチャくれたの誰？大好きマン、坂地マン、ありがとうございます。スアレスにいた時のリバプール好きでした。大好き。なるほど。リバプールにいた時のスアレスマジで最強。野生。確かに。ドルグバとかエトーとか苦労してそうだもんな。それお前黒人だからだろ。やめろよ。シミケンよりムッタ。そういうことで。ムッタさん、彼女にビンタされたことありますか？ないですね。あれあんの？本当に本当にいらっしゃるんですか？どうかな、怖いんだけど俺そんなの。何そんな人。でも俺はあのエッチするのめんどくさくて、あのやんなかったらブチ切れられましたね。なんか二人で泊まって君の名は見てたんですよ、うん、で君の名は 見終わった時点で結構もう酔っ払ってて、うん、1時ぐらいだったんですよ、うん、でまあ僕シンプルにやりたくなかったんですけど、あのあーじゃあちょっと君の名は見て眠くなっちゃったからっつって、それを言い訳にして寝ようとしたら、うん、クソブチ切れて、うん、なんかタクシーで帰るとか言って暴れて。やっぱね、女の子とねうまく関係を続けるためにはセックスですよ。なるほどね。セクササイズ。セクササイズ。そうです、セクササイズです。人間、女、サッカーの話語りすぎよ、ムッタさん。ごめん。最近タイリーグも稼げそう。ムッタさん、タイリーグ行けるんじゃないですか？ありだね。やろっかな。プロ野球は年俸が高いという虚しさ。うん。1日プロテイン飲みません。南野は雑魚。高橋どんなパジャマ着てんの？何それ。もう高橋寝落ちします。おやすみなさい。おやすみ。誰が寝たの？ダマさんっす。ああ、ダマちゃんね。ダマちゃんおやすみ。あ、ダマさん結構常連なんすか？そう、みんな知ってますよ。知ってる。ダマさんありがとうございます。またまた会いましょう。積極的チャンネルで。19歳の子にセクササイズしようって言ったら、セクササイズって何って言われました。そうなんだ。高橋は GU に決まってる。武藤さん貯金ありますか？今ね、2ヶ月でね、
あれ映ってる？55万8000円貯めました。2ヶ月で。そんぐらいかな。俺の全財産、55万。さあ、僕は何をしているでしょう、今。よし、今日の仕事は終わりました。僕も寝ます。おお、寝ますか。贅沢するな、男なら島村だ。よし、ムッタひたひただわ。なんか大阪の YouTuber の対談見たぶりだわ。わろた、めっちゃある。すごい。すごくねえよ、すごくねえよ。こっから貯めんだよ。で、また新しいことやっから、いろいろ。ベンチプレスマックスの、マックス何キロですか？僕はもう雑魚です。80キロかな ?85 ぐらい行くのかな？一発だったら。恋愛も狩るときが一番楽しいんだと思う。そうだと思うよ。Tinder してる？そうだよ。Tinder、Tinder。カップルじゃない、ティーン。ポケモン GO。イエー。俺はね、やっぱね、まだね、何をしたいか決まってないですけど、何をするにもお金が必要なので、お金は貯めておきましょう。無駄なことに使わない。OK？ でも今日無駄なことに一つ使っちゃったな。何使ったの？その鍵、鍵つける首輪みたいなの買っちゃいました。どこで何あれ、あれストーンアイランドです。あ、ストーンアイランド好きなんですよ。こんにちは。芝居しない番下の仕方を教えてください。それはですね、あのですね、やっぱ番下するときにちゃんとコミュニケーションを取るということですね。重要ですよこれ。はい、うん、なんかこうさ、あのみんなテンプレ通り多分やってるんだけど、テンプレ通りで終わっちゃうじゃないですか。いざできちゃった時に。うん、その時に、え、普段ってどこら辺で遊んでるんですか？新宿？あ、新宿っすか。じゃあ今度なんか新宿タイミングあったらなんかカフェで恋バナとかどうですか？あ、ぜひ。あ、じゃあ、ありがとうございます。みたいな感じで、あの、ちょっとあの、その時にね、話してあげましょう。ムッタこれから何するの？それは秘密だよ、高橋がシンプルなコメントになってきてるぞ。よし、ナイスナイス。俺のおかげで構成してる。高橋つまんなくなってんな、お前。高橋はトゲがあった方がいいよ。そうだよ。ムッタさん、家賃いくらですか？光熱費合わせて14万ぐらいです。表参道はね、意外とね、11万ぐらいで住めますよ。そう、はい、安いとこなの。ムッタとウッチーさん、腕相撲ならどっち勝ちそう？そりゃウッチーさんだよ。いや、俺腕相撲弱いよ、多分。Tinder 課金してないです。ムッタさん結構食べますか？まあ食べるよ、すげえ食べるよ。はい、もう2人とも今日ジロー食ってきたんで、あれマジ量多かったっすね。うん、すごいね。あれやべえ。一番する人は番組の数が多いのかな。いやー、まあ関係ないんじゃないですか。高橋変わったな。俺が高橋変えたぜ。うん、高橋はね、いい人生になるよこれから。積極的さん、貯金いくらあるんですか？200円。貯金なんてしねえよ、ラッパーだから。
シロさんとか死亡率低いイメージ、どういうイメージなの？ああ、なるほどね。こんばんは、ヤチオとホセはユニフォームが色がオレンジだけど、やっぱオレンジ好き？いやー、そうでもないな。ムッタ、ゲイビ出てもう一回稼いだら、うん、そうするわ。高橋はトゲがない限り黙って見てろ。厳しい、みんな。そう、だからさ、そうやってさ、日頃からさ、そういうことやってるとさ、みんな厳しくなっちゃうって。嬉しくないでしょ？そうでしょ？あ、山口来た。これが AD 山口この間の。こんばんは、ムッタちゃんって人が、あの山口。あの、カズのチャンネルにもいた。イエー。最近買った一番高いものは、今日買った、あの、首から下げる、あの、鍵つけるやつです。超高かった。いくらなのこれ？ 1 万3000円です。え、これが？超高い。これで？はい。え、なんでこれで1万3000円なの？はい、見してよ。ブランド力です。高っ！これ1万3000円です。これ言うのが無駄な金遣い。無駄なお金遣い。それやばいね。やばいっす。ラトゥール表参道住むんでしょ？住むよ。俺は借りないけどね。彼女ん家にします。彼女を見つけます。ラトゥールに住んでる彼女を作ります。でもラトゥールって買えないんすよ。あそこ全部賃貸だよね。そうなんすよ。山口 AD 来た。人気なんだ。そうです、山口人気なんだよ。山口雄二。あ、だって山口あれだよ、この間カズのナンパ講習受けたんだよ。あ、そうなんすか、うん、カズのナンパ講習どうなの？どうでしたか、カズのナンパ講習。別に馬鹿にしてるわけではないんですけど、あの数がね、そんな急成長を遂げれるものなのかという疑問だよな。はい、見つがれた額はまあ100万以上はいってるんじゃないですか、余裕で。まあ現金はもらわないですけど僕は。うん、でもこの前6万円落としたんですよ、僕ポケットから。あ、なんか聞いた、はい、でもそれを彼女に、相談したら、一人の女の彼女が6万くれて、一人の彼女が2万くれました。だからプラスになりました。さすがにね、6万はね、ショックだったからね、もらっときました。面白い。積極性基盤は何が高いですって。何が？最近買った高いもの。いや、買ってないな、もう。うん、全然買ってないものは。クラブナンパしないですね。僕耳が悪いのでクラブだと何にも聞こえないんですよ、うん、相手がってなって相手がイライラして終わっちゃいます。俺耳超悪いんですよ。あ、そうなの。はい。ストーンアイランド高いですよね。超高い。どこお二郎が一番好きですか？僕は渋谷のリンっていうところが好きです。まあいいね、うん、でも今日のところもめちゃくちゃうまかったですね。何でしたっけ？ナンバー11。ナンバー11です。ちょっと遠いかな。将棋の藤井二冠についてどう思う？いや、もう天才でしょ。かっこいいすぎでしょ、あれ。もっと将棋も好きだからね。うん。モチベーション上がるよね。上がります。山口また酒飲んでんだろ。僕、貢がれた額は3000円です。逆に何を貢がれたんですか？ 3000 円もらったんですか？確かに。彼女たちの職業はそれ秘密です。ウッチーさんと同業なんですか？違います。違うよ。ちょっと2人に聞きたいんですけど、多少タイプじゃなくても切磋琢磨できる状況だったらやりますか？当たり前だよ。やるよ。うん。ウッタの金持ちセニョに美人いる。美人ですよ。2人美人。2分の2美人。うん、2分の2はおばさん。あ、今日飲んでないんだ山口。なるほどね。俺は飲んでるよ。いや、すごいっすね、139人。全然変ないじゃんね。ありがたい話だよね。ありがとうございます。まあ、じゃあ、うん、ということで、まあもうちょうど2時ってこともありますし、
ちょうどもう1時間、もう気づいたら1時間半やってんだよ。やば。そう、1時間半なんで、もうこの辺もね、夜も更けてるんで、この辺でね、ちょっと締めようかなと思うんですけど、なんか、久々人のチャンネルのライブ出てみて感想どうでした？いや、やっぱね、ライブは楽しいですね。しかも139人見てくれてるっていうのはすごい。すごいです。みんなありがとうございます。恐縮でございます。恐縮です。なんかね、まあ、ね、皆さんね、名残惜しいとは思いますけど、はい。終わり嫌だな。うん。またムッタにね、出てもらおうと思うんで、はい。また出ていろいろ語ってもらおうと思うし、それこそ散策ライブにもちょっと来てもらおうかなとも思うんで、うん、自撮り棒持ってさ、はい、そのままライブ中継で、ぜひぜひ、うん、やるんだけど。やりましょう。そんなか、とこかな。はい。なんかムッタ、なんかあります？なんか告知みたいなのあります？いや、特にないっすよ。ありがとうございます。ムッタとね、リスクリをよろしくお願いします。優しい。僕はね、別に告知しなくても多分ね、いずれかね、みんながね、分かっちゃうぐらいね、チャンネル登録がね、いっちゃうと思うんで。なるほど。大丈夫です。なるほどね。はい。ということでですね、今日はですね、スペシャルゲストとして、ちょっとね、元リスクリのムッタに来てもらって、まあ、いろいろとね、普段聞けない話から何からね、普通に、もうすべての、質問に答えてくれたぐらいね、かなり頑張ってくれたと思うんで。で、またムッタとは、また違う形で、ちょっとね、コラボしたいなと思うんで、またその時を楽しみに。はい。ということでですね、今日はですね、名残惜しいですけど、締めたいと思います。で、明日はですね、僕がちょっと仙台に行くので、仙台から散策ライブ、はい、やります。うん。仙台から散策ライブやろうと思うんで、もし、リアルタイムでお付き合いできる人は、ぜひ付き合ってもらって。仙台だったらあれじゃないですか。はい、即日お持ち帰りあるんじゃないですか。うん。ということでですね、はい、皆さん、じゃあいつものね、感じで締めたいと思います。いきます。ということで、明日も皆さんにとって、せーの、積極的、おやすみなさい。長い間お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみ。みんな積極的って言ってくる。本当だ。積極的。積極的。